今日は岸和田の岩長さんっていう岩長さん字で書くとどんな字ですか。元気の元に朝ですね、はい、ほうほうほう朝夕の朝岩長さんっていう酒蔵に来させてもらってるんです、はいはい、いい感じのとこですよ、ね、そこの、本日は、ご主人さん、はい、今もう代を引き継がれて、まあまあ引き継いでない引き継いでないようなんですけど、ちなみによく何代目とかあるじゃないですか、うん、何代目ぐらいですか、うん、ぐらいになるんですかね。ちょっといろいろややこしいんですけど。ややこしいですか。一応9代目ぐらいなんで。9代目すごいね。創業完成2年ですよ。いや違います。これは違うと思います。あ、じゃあ違います。いやよくここカットしてから、ね、間違えて。代で言うと1代30年計算やって言うから、うん、3区270年ぐらいやってます。1807年ですから。1807年。ぐらいですか。あ、すごいです。坂本龍馬、明治維新より前、江戸時代だ。江戸時代、ちょんまげの頃からやってるという。やってるんでしょうね。ただこの建物自体が、はい、この今この蔵が江戸時代の建物らしいんですけど、うん、奥にあるのが大正にできた、はい、ああ、そうなんですか。で、その作ってたのがそのちょっと紆余曲折がいろいろありました、ね。はい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 、正しくはどこからって言われるとちょっと困る。あ、なるほど。一応文献で残ってるのでは。そうだそうです。おで、まあ、一応岸和田市で一番古い企業なんだそうですので、あ、へえ、そんなところだけ表彰いただいてます、ね、いやいや、それはそこはアピールせなあかんとこです。アピールせなあかんとこ、はい、その言うたら創業当初から残ってるものって何かあるんですか、うん、まあ、もちろん建物もはそうですけど、建物はこの建物もね、実は、うん、創業した時の建物ではないので、あ、はいはい、創業した時のものっていうのが多分残ってないんです。なんか書くんとかないんですか。では お客様のためにとか、なんかこだわりを持てとか、そういうのがあれば、まあ、あるにはあるんですけども、それが残ってるわけではないので、ね、はいはい、あんまりこう遊んだあかんでっていう、そのね、あ、それはそれは分かりやすいです、ね、遊び続けたあかんよとか、あ、それは残ってるんですか。その一応残ってません。だからあんまりその派手に遊ぶなよっていう、ね、それ文章として残ってるんですか。一応文章として残ってるみたいです。へえ、はい、やっぱりでもその時代の方、やっぱり仕事一生懸命せいっていうのは変わらずですよね。仕事一生懸命して儲かってもあんまり遊ぶな、うん、そうだ、朝早起きて、まあ、晩は早寝て余計なとこで金使うなっちゅう話。ああ、やっぱそういうのがあるんだ。いや、そういう人は彼むちゃくちゃ早起きやからね。まあそうですね、仕事上早いからな。あ、まあね、そうそうそれは、あ、それとちょっとこれですよね。これですね、お酒、これ後ろにも並んでます。岩長さん12月にできて、はい、これ12月ですかね。もうこれが放映される頃にはかなり古いお酒になってます。なんやったらないんですけど、2014年の12月に、うん、できたやつ、できました。一番先の新酒ですからね。これができるのにどれぐらいの時間かかるわけですか。言うたら1ヶ月半ぐらいですね。あ、ほー、1ヶ月半から2ヶ月弱ぐらい。お酒っていうのはそう寝かすっていうイメージあるんですけど、うん、そういうもんでもないわけなんですか。だから寝かすのは寝かすでいいんですけど、うんうんうん、要はそのお酒をどこで飲むかっていうことなんですね。あ、どれタイミングで飲むか。日本酒でもそうです、焼酎でもそうです、はい、ワインでもそうです、はい、とにかくその寝かす方がいいお酒と、うん、寝かさない方がいいお酒っていうのがあるんです。あ、そんなあるんですか、うん、なんかね、なんかイメージ的には、うん、なんか20年前30年前の酒が、いや、なんか古い方がええとか、なんかみたいな。で、ぶっちゃけ僕全くお酒飲めない人間なんですけど、うん、まあ、去年やったかな、その14年に、うん、ウイスキーブーム、はい、日本ありまして、結構巷にウイスキーから始まってこういうお酒のうんちく語る人がね、うん、世間増えてきたんですよ。増えました ね、うんうん、ね、なんかつけ焼きまで言うてんちゃうかなみたいな、はいはいはい、そういうのやっぱ本物というか、まあまあ、から見たら どういうふうに思います。日本酒っていうのも熟成させるっていうので、日本で多分一番古い古酒を売ってはるとこやったら、うん、30年古酒っていうのを売ってるところが僕は多分一番古いんやと思うんですけど、30年古酒、はいはい、千葉県の酒蔵にあります、はい、でそれはね、もうブランデーみたいな味がします。え、日本酒ですか。日本酒ですけど、ね、けどもブランデーみたいな、ブランデーの味がします。それぐらい、だからもう色が透明じゃなくて抹茶茶なんですよ。へ、でそういう企画だったらなんかこう細かいだってなりますよね。そうなんです。茶色の酒ってね、はい、それをやっぱりなんか割るんですか、それともそのまま。いや、そのままなんですけど、要はだから熟成をさせるということは熟成させるために作るんですよ。だから20年後30年後を見越して作ってるので、はいはいはい、これ別に20年後30年後を見越して作ってないんで、今すぐっていう、まあ、今すぐっていうか、まあ、今年のまあ言ったら次の作りまでに売り切りましょうねぐらいのところで作っているので、はいはいはい、まあ、それぐらいは持ちますよっていうところです。この岩長さんというお酒はもともとやっぱ創業からのお酒なんですか。創業からのお酒みたいですね。もともとはなんか玉の井っていうお酒を作ってたらしいんですけど、はい、その
それは文献に残ってるだけで、あのなんだその玉の井っていうラベルがあったりとか、うん、なんかあるわけじゃないんですけど。すごい日本酒あっち、この前の山口県行ってきたダッサイやったかな、あれがなんか出すんや、俺分かれへんや、うん、ほな周りの人ら、わ、ダサいやーとか言うてる子、はいはいはい、大のおっさんがそないに喜ぶかみたいな。で、昔はね、まあ、うちの、まあ、西川のりおの弟子なんですけど、もう酒飲まないんですけど、取材の時に気ぃ使ってくれて、森伊蔵というお酒、鹿児島の。はいはい、有名な。うん、死刑それで飲めへんやん、はいはい。で、その雑誌記者は酒飲みやない。が、物ごついテンション上がってんねん。これ、3万すんですよみたいなね。そないにテンション、上がるもんなんですか、ああいう希少価値がとかなんか言ってはったけど。いや、やっぱりそれは酒で飲んだ時も美味しかった、それでええんちゃうかな。いや、やっぱり酒好きからしたらやっぱブランドの酒っていうのは飲みたいもんやもんね。やっぱビトンのカバンもつみたいなもんやと思う、あんまり僕はそうは思ってないんですけど。あ、そうか、僕は全然そんな思わない。むしろだから全く知らないところで出会ういいお酒の方が楽しいですね。なんか全然知らないし名前も聞いたことないねんけども、その旅先で出てきたお酒ですごく美味しかったっていう。だからまあそれはまたその行ったところの雰囲気とかその料理に合ってるからなんでしょうけど、だから獺祭っていうのがで山口県のお酒なんか山口県のものには合うかもしれないけど、大阪のものに必ずしも合うかっていう。よく今なんかパリで、はい、あのなんかワインみたいにこうやって飲むんやとかね、うん、言うはる人おるけど、あの辺ちゃうやろ思うよ。やっぱりその地酒なだけあって地元の食材とともに飲むから美味しい、うん、っていうのが普通はそういう考えでもですよね。作っていくもんがお酒やと僕は思っているので、はい、必ずしもその確かに万人受けするお酒なんですよ。獺祭って絶対外れないんで、うん、いわゆるその、まあ、このお酒っていうのが大体普通酒って言われる、まあまあ一升瓶で大体2000円ぐらいのお酒なんですよ。獺祭、うん、っていうのは一升瓶でも大安くてもやっぱり4000円5000円ぐらいするお酒なので、うんうんうん、それだけお米をたくさん使ってるんですね、うんうんうん、純米大吟醸って言われるお酒しか作ってないので、うん、だから要はそのええお酒しか出してないわけですよ、はい、だから一般的に毎日晩酌で飲めるほどの安いお酒じゃないので、うん、それがいいのか悪いのかっていうのはそれぞれの判断ですけども、うん、とにかくそのまあ毎日飲めるお酒じゃない、うんうん、で、うん、その森蔵っていうのも、うん、あれは一升瓶で多分2500円からそこらのお酒なんですよ、はい、こう言うとね、だからそれがなんか手に入らへんからって誰かがこういろいろやるとなんかありましたよね、なんだかうにゃうにゃやったらね3万円ぐらいの話、幻の酒で、ほんでなんでここにあんねんってみんな突っ込んで、腰の完売とかがあって昔はね流れ上がってきたりとかしますよね。今はまあ随分普通の値段になってきましたけど。あ、そうですか。でこのお酒もこれ地酒になるわけですよね。そうですね。でそのお水、よくお酒はここのお水を名水があるとこがとかあるじゃないですか、うん、やっぱり岸和田のお水、今の醸造技術でいうとあんまり水っていうのはその、うん、天然水がちゃんと普通の天然水が出るような井戸水が出てるようなところであれば、はい、そんなに変わらない、ね、ぶっちゃけ話、大阪市内に住んですけど大阪市の水道でやってもそういう水道でやると分かります。ちょっと違うんですよ。カルキを混ぜていたりとかいわゆるその水を加工したものを出しているので、はいはいはい、天然水っていうのはその中にいろんなこのまあ一番わかりやすく言うと鉱物ですね、カルシウムとか、はい、鉄分とかああいうものが入ってるので、はい、そこでまあその多少そのなんていうんです微生物の働きが変わってくるので、うん、やっぱりカルキを入れるということなので、うん、要するに薬物をそこに掘り込んでることになってしまいますので、うん、異物が入って極端な話だと添加物になっちゃうんで、ね、そういう水で作って何ヶ月も置いてるとやっぱり変わってきますよね。なんかそういう変わりますね、お酒って、ね、うん、やっぱり井戸っていうのは掘ってられるんですか。ありますあります。あ、奥の方で、あ、井戸あるんですか。すね、今もその井戸は湧いてるんですか。湧いてますね。ほー、はい、ずっと湧いてます。あ、その水を使って作ってると、うん、まあ作ってるということですね。うん、ということは、うん、ここの地元の岸和田の料理と合うお酒とか食材とこの辺で茄子とかね、まあ、先週茄子とか、ね、うん、いや合うんでしょうね。合うんですね、茄子とかと。そうですね、まあ水っていうのは、まあ、今現在作ってるのはちょっとこれ委託して作ってもらっているので、この水はまあ割り水って言って、うん、こういうのをこれ原酒って言うんですけど、はい、これをまあ言うたら普通にあのお酒日本酒っていうとこうお衣装瓶で並んでるお酒ですけど、はい、こういうのを水で割るんです、うんうん、で最後火入れって言って殺菌をしてから置いとくんです、うん、だからその割り水にはここのお水を使ってるんですけど、はい、まあ、これ原酒なんでこの割このお酒自体はどうやって言われるとちょっと違うところもあるんですけども、うん、だから最後に割る水とか仕込む水とかっていうのはやっぱりいろいろそのこれ作ってもらってるところは作ってもらってるところがあるので、はい、そこの水で作ってますけどね。もともとはここですこれ、ね、作ってました、はい、うん、やっぱりだんじりとやっぱりこのお酒っていうのもすごく深い
縁があるんでしょうね、やっぱり。あるんですかね。まんまに断じると縁があるとは思わないんですけど。あ、そうですか。うん、もともと地酒やから、言ったらここにしかもともとお酒ってなかったわけでしょ。そうですね、200年前とかになってくると。ただ200年前に確かにその祭りは始まったとはされてるんですけども、うん、そのだんじりっていうもの自体ができたのが、うん、まあ江戸時代、今のこの形になってて一番古いので大体江戸時代の、うん、まあ、中期から後期ぐらいって言われているので、その祭りというそこよりもそのだんじりというよりもむしろそのお殿さんのところになんかこう芸を見せに行くと、なんかもうとりあえず年に1回必ずお城に入れますよ的なところからこのお祭りはスタートしているので、だんじりとその何かお酒が関係あるかというとあんまり関係ないんですよ。でもここにしかこのお酒がないんであれば、うん、岸和田で酒ぐらいだとここしかなかった、うん、いやもう1軒あります。あ、でなんかもっといっぱいあったんです。あ、いっぱいあったんですけど、もう、はいはい、まあだん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 こういろんな時の流れによって締めていかれているので、残ってるのは2軒しかないです。うーん、そうですか。お酒っていうのもあれですよね、うん、なんか今もうどん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 ディスカウントショップとかいろんなものが出てきて、うん、なんかすごく安いもんが、うん、身近に感じてもらうんだよね、うん、別にその安い高いはあんま関係ないんですけど、うん、まあ、あとはそのそうですね、あんまりいいお酒といっちゃなんですけど、うん、まあ、いろんなものが混ざってるお酒がたくさん出てきているので、例えば第三のビールとかっていうのも、まあ、ちゃんとして作ってないっていうのが多いんですよね。要はちょっと発酵させたところにこういろんな化学薬品を混ぜてどうにかビールのような味にしたって、ビール風味にしてる。あ、そうなんだ。そうそうそう、なんか税金で揉めてたよ、どこどこビールさんが。え、あ、そうなんですか。で作り方で、作り方がそもそも違う。あれは加工してあるんですか。加工してあるらしいよ。怖いな。というか、あんまりこういうのを言うとやばいかもしれないんでね。どこでカットしといたらいいのか分かりませんけど。やっぱこう体にええもんじゃないもんも入ってるかもしれない。いや、それはない、いや、ないんちゃう。で、飲んで死ぬとかそんなわけない。飲んで死にはしませんけど。そうやけど、言うたら、普通に安いファーストフードにあるような加工物がいっぱい入ってるような料理と料理みたいな感じになっていくわけなんですよね。っていうか、その、うん、単品でそれを飲む分には多分影響はないんだと思うんです。だから例えば、ま、なんだか分かんないですけど、その何かあった、それがね、はい、あるとしてそれを飲む、それを単体で飲むならいいんですけど、はい、当てに例えばその唐揚げがあるとか、はあはあね、当てに何かがあるときにその何かと結合すると実はすごく組み合わせみたいな、スイカと天ぷらみたいな、ね、そう、わ、俺組み合わせで、ね、やめよう、第3のビールとか絶対やめよう。だからできればビールっていうんだ、ビールを飲まれた方がビールと思うし、もう元々あるようなビールを飲まれた。あれってビール風のもんですもんね、ビール風のもんですか。ああ、言うたらね、言うたら、ああ食あたりとか口あたりをにしてるんで、なんとなくしてるだけなので、で、あんまりよくあるじゃないですか、酎ハイとかね、缶、うん、の酎ハイとかも、あれもなんか飲んだ後、うん、次の日になったらこうなんか出来物ができたりとか、うん、そのこうベロになんかできたりとかすることが多いんです僕。やっぱあんなも加工物いっぱい入ってるんでしょうね。そうですね。言うたら果汁がほとんど入ってないですからね。本当はその焼酎を入れて、うん、まあ、そこに例えばみかんならみかん、レモンならレモンを絞って炭酸水で割ったぐらいのものが酎ハイやったんですけども、うんうん、まあだからほんのり味がしてるぐらいだったはずなんですよ。多分居酒屋さんで出してた頃っていうのは、うん、でも。その缶にしようと思うと、なんか薄いな、これレモンか、ね、分からんかなみたいな話になってくると、やっぱりある程度味を強くしないといけないし、開けた時に香りもないといけないし、うん、すると香料を足す、なんかそういうエキスを足す、エキスを足したらちょっと味が濃すぎたから、ちょっと甘味料でも入れとこうかみたいな話になってくるわけですよ。するとどん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 化合物が増えていくので、はいはい、安すぎるのもあかんよ。だから安すぎるのはよくない。いや、昔、大阪みなみの芸人さんのたまり場で、いっぱい10円のこれぐらいある。酎ハイあったり、うん、絶対変なもん入ってますよ。そうか、ものすごい薄いから。じゃあ、ごっつい薄い言うてた。ものすごい薄いから。100杯飲まなら酔えへん。そう。居酒屋なんかで安い居酒屋さん、うん、大衆的、よくチェーン店のところなんか行きますと、うん、日本酒の熱燗とか頼むとね、うん、ものすごく口当たりええんですけど、うん、ものすごい二日酔いするんですよ。うん、だからそれはそのいろんなものが入ってるから、やっぱ入ってるから、やっぱりそういうのがあまりその、例えばここのこの裏にも醸造アルコールって書いてあるんですけど、はい、醸造アルコール、要するにアルコールは足してるんですね、このお酒でも。ただアルコールっていうのを今はちょっとだいぶちょっとだけ減ったんですけど、昔はだからアルコールとか他のものをお酒に対して2倍掘り込んでもいい、だから3倍にしてもいいっていうことがあったんです。はい、するとお酒がまだ
まあこれが 3つに割ったとしてお酒こんだけなんですね、うんうん、残りのこんだけは全部なんか違うもんなんですよ。あ、はいはい、それでも一応日本酒で OK っていうことになっていたので、じゃあそのじゃあこの違うものとこれが混じるとやっぱりこう良くないですよ、ね、うん、でなんとなくお酒の風味なのでとか、うんうん、でなんとなく飲みやすいのでってなるんですけど、うんうん、この醸造アルコールっていうのは発酵を止めるためにだけ入れてるんだ。たとえ一滴でも入れたらかかんなきゃいけませんからね。はあはあ、そういうなんかこう、まあ、法律的に量を増やすために入れてるんじゃなくて、この辺の味を狙いたいから、じゃあここで発酵を止めましょうって言って、その結果入れてるもんだ。そんな意味があるんや。いや、もう奥深いと思うわ。同じじゃないんですよ。同じアルコールが入ってるっていうのも、単にアルコールが入ってるからダメっていう方よくいるんですけど、そうじゃない。だからこうすることによって必ず酒質で安定するんですね。だいたいこの辺でええやろって。だから純米酒っていうのはそういうの混ぜてはいけないので、はいはい、そろそろこの辺で発酵を止めなきゃいけないな、どうしようかなみたいなところで、ある程度のところで狙って止めるから絶対同じ酒質にならないんです。ほー、味が変わるんだ。絶対その気温も違うし、はいはいはい、何も違うんだから、はいはいはい、絶対同じ酒できないんです。よほどその温度管理をしっかりしないと。だけどこういうのっていうのはアルコールを入れるんで、この辺っていうのを狙うと、だからかなりその純米酒との味の差は、言うたら純米酒よりもかなり少なくするんですよね。で、その一つの手間が省けるわけです。その言うたらその純米酒は純米酒で必ずここで発酵を止めなきゃいけないから、どないかせなあかんわけです。温度上げてとか、あ、発酵を早くさして、言うたらアルコール度数を上げて細菌を殺すっていうパターンに持っていかないといけないんで、そうじゃなくって、あのこれはまあアルコール入れてとにかくその細菌の活動を止めるっていう、その加減のあれが、加減のあれがのために入っとるだけ。はあ、はあ、その純然たるお酒っていうのでも今数少ないんですか。いや、そんなことはないと思いますよ。やっぱり日本の酒蔵でも今大体、うん、そうですね、1400ぐらいあるのかな、はいはいはい、今ちょっと、まあ、大小合わせたら大小合わせて1400ぐらいあるので、まあそこのまあ大半はやっぱりちゃんとお酒は作ってらっしゃると思いますよ。お、うん、いや、大きいとこあったら、あの、まだ某国立大学の微生物研究所を勉強した人が就職したりとかね、でなんでやっぱり微生物っていうのは先ね説明いただいた部分に関わってくるんでしょうね。そうですね、やっぱほなお酒すごいよ、やっぱ生きてるんですね、お酒も生き物なんですね。生き物なんですね、うん、はあ、利益重視のお酒なんかっていうのが安く売られてて、うん、飲んでると怖いですよね、うん、怖いね。安いには理由があると。そうそう、安いには理由がありますわ、はあ、なんかそんな飲むとなんか本当に肝臓とか一発でやられそうな、うん、だからまあできればその一升瓶でいうと2000円終わってくるんで、だから2リットルで1000円とかってどう考えてもおかしいやろっていうふうに疑っていただく目を持つっていうのが、うん、はいはい、大事なことやと思います。なんかありますよ、焼酎とかでもでっかいタンクで何百円っていうのあるんですけど、でまだ焼酎は焼酎でちょっと別なんですね。あ、はい、だってそれ飲んでダッシュかまし酔い早するやつとかおった。あ、おったおった。いや、安いよ。基準はだいたい一升瓶で2000円以上ちょっとちょっとぐらいのだとだいたいまあいけるかな。それ以下になってくるとちょっとよくこの裏をとかね、こう成分表っていうのか、こういうの見ていただいた方がいいお酒を選べますよっていうのが一つですね。そうですか。まだもう日本酒っていうのは本当にいろんな言葉がたくさんついてくるので、まあ、それを言い出すとこれあの終わらなくなるんでね。いや、奥が深いもんやから。ものすごい深いもんで、こちらは今こう立ち飲みいうかあのもうやってますね、その後ろの試飲ができるわけですよ。できます。試飲をしたり、はい、飲んでいただかないと味って分かんないです、ね、この場で飲める雰囲気になってるんですよ。であの今画像入ってると思いますけど、はい、すごいおしゃれな感じの、やっぱりお客さんはいろんなところから来られる。そうですね、まあ、中にいません、ものすごいこううんちく語るプロ相手に、まあ、これは何々だねみたいな、はい、います。うっとうしないですか、そんな。うっとうしいっていうかね、その、うん、だんだん時々かわいそうになってくるから。やめたよ、この本からしたら。そうじゃないやろっていうのはあるし、よく僕見かけんね、僕が酒飲めへんからかもしれんけど、結構飲まんやつ相手にでもね、これはね何々でねとか言われても分かれへんしなっていうのをね、ましてそういうプロの人相手に喋ってる人もたまに見かけるからね。どう考えても分かれへんっていうことを分かってるっていうふうにおっしゃる方はたくさんいますね。そうですか。で、そこはやっぱり接客業で、あ、まあ、それはありますけども、まあ、そういういわゆる飲食店とは違うんで、やっぱりちゃんと注意するとか注意される。いや、あんま注意はしないですね。また結果的には楽しんでいただくことが大事なことなので、そのお酒自体がどうこうっていうことを勉強して帰っていただくところではないですから。あ、まあ、そうですよね、基本そこですね。楽しく飲んでいただくということが一番基本ですからね。ただ質問されたら答えますよ、こうじゃないと僕はこう思いますよとかっていうね、必ずしも全部の正解があるわけではないので、
例えばお酒の発祥の地って言われてるところっていうのは、はい、関西に2つあるんです。はい、知ってますか？いや、ちなみに灘と伏見とかじゃないじゃないですか、はい、奈良県。奈良県正解。それ何かで聞いたことある。奈良のね、何やったかな、奈良のどっか。奈良のどっか、ね、まあ奈良です。でもう一個ある。京都じゃないんです。兵庫県でしょ。兵庫県の、あの笹山の奥の方です。残念です。西宮。西宮じゃないです。山の中の方です。あんま山じゃない、じゃなかった。どっちかってちょっと山かもしれないです。痛みですね。痛みと、あれ、奈良の、お寺、どこやったかな、あれ、なんとか寺。なんとか寺。ですよね。いや、ニュースかなんかで見たことあるね。さっきたまたま知ってたわけやけど。痛みどこですか？痛み市の、どこって言うと、まだその、ポイント的に何公園だかないのか忘れましたけども。あれ、何神社やったかな。痛みっていうところにあるっていう、痛みと、奈良にある。そうそう。で、まあ、春日大社のためにお酒を作ったとか、奈良県やったら今、正略寺っていうお寺があるんですけど、そのお寺でもともとは作ってたよとか、いろんなその説はあるんですけど、でも本来の日本酒っていうのは渡ってきたのは多分韓国から渡ってきた。大陸の方から。そうなんですか。はい、だから韓国って海にどっちも接してないじゃないですか。まあ、そこじゃないやろって話になるわけですね。はい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 。で、今佐賀県にもある日本酒発祥の地。おお、いっぱいあるんですね。そうするとどこが結局発祥の地で何が正しいねんっていうのは全然わからない、ね。卑弥呼伝説みたいになってるんですね。そうなんです。だから一回じゃあ日本酒ってどこから日本酒って言うねんっていうところも全部あやふやなんですよ。はあはあはあ。だから日本酒っていうもの自体のその歴史自体がもともとあやふやなんです。酒、そうやね。でもまあ、神聖なものというか、神様に、なんか、祭りに捧げるもんっていう風なイメージを持たれてきたのは、ほとんど、その、卑弥呼の時代からそうやって言われてる、はいはいはい。あ、そうなんですか。で、卑弥呼っていうのは、どうやってその、いわゆる神格、自分が神格化していったかっていうと、人にお酒を与えていったんですね。すると、その、うん、飲んでる人はトランス状態になるんですよ。はい、そうすると、今神と君は近づいてるんだよ的な話をするわけですよ。はー、そうするとこの人がくれるこの液体を飲むと神に近づけるんやっていうことが、まあ、みんなに、まあ、広まっていくわけです。新地のお姉ちゃんに言われてた、私美人でしょとか言って。詐欺師じゃないですか。ほぼ詐欺師ですね。はー、でそういうふうにして広まっていったっていうのが日本酒のもう広まり方の始まりやで。そう、あ、だからなんかこうなってる状態が判断力失うからね。卑弥呼もどか朝鮮かどっか地方面から来たっていう。だからあやふやですもんね。あやふやですから、ね、その時お酒を持ってきて飲まして、トランス状態にして、うん、そうですね、神がこう言うてるとか、うん、そう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 、今あなた神様が今あなたに乗り移ってるよとか、そうそう、そんな話になるわけです。だから神聖なものっていうのも、まあ言ったら作られたものなんですね。確かにそのお酒に、米がお酒に変わるっていうこと自体がものすごく不思議なことなので、そのいわゆるやっぱりもともとはその、まあ、動物が食べたものがこう噛んでポイッとほかしてあったものが、まあ、いわゆるこうお酒になってたっていう、猿酒って言われるやつですね。はじめ人間ギャードルに出てくるね、はい、一つですし、でそれを、まあ、見た人間がお米を噛んで、それをペット吐いて、放っておくとお酒になった。ああ、発酵して人が噛んでるお酒ですね。ええ匂い知るやんけみたいな。ない、これはうまそうちゃうかっていうふうに飲んでいったのがそのお酒の始まりとも言われていますし、ですのでその米を噛むのは基本的に女性の方やったんですね。男の人の馬蔵で男が入って女の女人禁制みたいなことがあると思うんですけど、もともとお酒を作るのは女の人の仕事です。あ、そうなんですか。僕なんか聞いたことあるのは、男って体温がそんなに変わらへんと、うん、女の人ってやっぱ月のものというか変わるから不安定やから、どっちかというと男の人がお酒に向いてると聞いたことあるんですけど、もともと女の人、もともとは女の人が作ってました。噛んでたんですか。噛んでたんです。だから噛んでペッてやったら、その噛んでた人ペッてやったやつを溜めといて、溜めといてお酒にしたんですけど、それごめんなさい、ちょっと意外な意見ある人やったんかもしれないです。男の人が喜んで女の人にかわして、まあだからそこらはどうなったか知らないですけども、それの名残がおかみさんっていう言葉やというふうに言われて、おかみさん、おかみさんって居酒屋さんのおかみさんっていう、噛んでる人やからおかみさんっていう、あ、噛むか、そういう、そんな理由、はい、っていう一説ですよ。全部が正しいわけじゃないですけど、まだなんか講演かなんかで使える、噛んでたから、はい、お米っていうのは今でこそその例えば米を蒸して、はい、そのそこそこ、それでもお酒の米っていうのとご飯とは全然違うんですけど、はい、うん、そのお米って、まあ、蒸しますね、はい、お酒作る時に、はい、でその今でもかなりこう硬いんですけど、はい、その当時でそんなに技術がないですから、うんうんうん、すんごい硬いはずなんですでしょうね、うん、で硬いのをずっとこう噛み続けているとこの辺が痛くなるんですよ、うん、はいはい、あ、はい、米噛み、おお、だから米噛みっていうんです。テンプル米噛み、すごい、はい、だから米噛みっていうんです。使おう
面白いな。そうなんですか。だからお酒にまつわる言葉っていうのはたくさんあって、だから当時っていうのもいろんな意味で、はい、当時さんですね。当時っていうのはその基本的にはお酒を作る人のチームのトップのことを言います。全員あの蔵人のことを当時って言うんじゃなくて、はい、いわゆる大工でいうところの棟梁ですね、リーダーです。リーダーのことを当時って言います。はい、であのいろんな説があるんですけど、当時っていうのは今あのどんな字書くかしてますか。当時、当時なんかあのあれちゃんの宇治神さん、なんかこう宇治は当時の字は宇治はですよね。当期投資の当みたいな字やった。あ、違います。じゃなかったかな。うん、森っていう字が基本、木片に土っていうか土とかありますよね。はあ、ははあ、はい。木片に土、はい、はい。風間森夫さんとかの、ああ、はいはいはい、あります、あります、はいはい、あの字を書きますね。うーん、でその当時っていうのはどういうことかっていうと、あの蔵にいるあの細菌ですね、要はその工事とか工房とかが、まあ、蔵にいっぱい飛んでいくわけです、はいはいはい、でその人たちは、まあ、言ったら蔵の神って言われてるんですけど、はい、うん、その人たちを、まあ、牛耳ってる、だから鎮守の森の一つの、まあ、持ち主だよっていう意味があって当時って言われてる。全部が正しいんじゃないですか。森の氏という、はい、一説ではそう言われています。僕はその説を信じたいと。で、さらに当時っていうのは昔はその字を書かなかったんです。ほう、どんな字やったんですかね。刃、刀、刃、はいはい、刀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 、自分の字って書くんです。当時で、それはそのお酒作りっていうのは、まあ、例えば今、まあ、造り酒屋っていうのはお酒を半年作ります。だから10月ぐらいに蔵人がやってきて4月ぐらいで終わって、はい、その人たちは帰ってまた地元で農業をやる、うん、でまた次の秋にやってね。でその間酒蔵ってどうするのかって、その作ってもらったお酒を売って生活する、はいはいはい、すると失敗できないですよね、うんうん、まあ一発勝負ですよね。一発勝負、はあ、だから刀をまあ言うたら自分で持ってる、ほう、いつでも切腹しますっていう覚悟を持ってしなさいっていう意味で当時って失敗したら刀もう腹切って死ね、相撲の行事と一緒、行事も一緒、差し違えたら死にますって、あれと同じ意味があるそうです。修験道の修行してる人もね、うん、みんな持ってますけど、そういう意味があるんですか。そういう意味があるんだそうです。いやでもいろいろお話聞いたらやっぱあの勉強な、最終的に僕その酒飲んでうんちく語る人っていいイメージなかったけど、やっぱプロに本物に聞いたらやっぱすごい楽しいね、お話。いや僕はあのお酒大好きなんですよ。そう、彼は好きなんですよ。でね、僕日本酒飲む時にご飯と一緒に食べると、うん、また日本酒がものすごく美味しく感じるんでね、うん、ご飯も美味しいし、やっぱり同じ米やからとかあるんですよね。ね、米を食べながら米の汁を飲んで美味しいっていう方ってちょっと、まあ、珍しい方やなと僕は思うんですけど、あ、実は、うん、日本酒っていうのは、はい、まあ、純米酒っていうのに限って言うと、うん、ほぼ必須アミノ酸っていうのは全部網羅されてるんですね。おお、アミノ酸、アミノ酸大事な、大事な、大事なアミノ酸ですね。おーおーおー。でその中にいろいろこう、アミノ酸の中にもいろんな酸がおりまして、ね、はい、まあ、分かりやすく言うと、味の素で有名なグルタミン酸っていうのが、グルタミン、はい、ありますね、います、うん、であと、大体日本酒っていうのに多いのは乳酸とか琥珀酸とか呼ばれるやつなんですけど、うまみ成分がたくさん入っているんですね、うんうん、でうまみっていうのは、そうですね、琥珀酸とか乳酸っていうのは大体アサリの酒蒸しみたいな貝のうまみ、はいはいはい、ありますよね、はい、あアサリとかなんかこうね、二日酔いに効きそうな噛むだけうまみ、うまみというかこう、ちょっと表現難しいですけど、うまみとしか言えない味があるじゃん、感覚でなんとなくわかりますわ、ね、あれがたくさん入ってるんです。うん、そうすると口の中にそれを入れると口の中こうアミノ酸がやっぱり充満するわけです。だから旨味がたくさん出るわけです。はいはいはい、そこにその例えばその貝の酒蒸しを持ってきて食べると美味しく食べられるのは酸、旨味がそれが言うたら口の中でお酒があって、はい、旨味が増すからたくさん食べる。ああそうなんだ。それ分かってたよね。料理とかも絶対楽しいんだろう。だから料理に必ずそういうふうなことを生かしていくと。結構そのお酒に合う魚がどうやとかこうやとかっていうのは合わせていけるのは案外焼肉食べる時も日本酒って美味しいんですよね。はい、美味しいです。やっぱそういう美味しい。その代わり日本酒っていうのはそのいろんなお酒の仕込み方があって、はい、そのどんだけその酸があるかっていうところによるんですね。だから乳酸とか琥珀酸とかたくさん出てるやつ、まあ、山ハイ仕込みとかっていうのがそういうのはかなりお肉に合うんです。赤ワインがとかそんな余裕じゃないですか。同じような感じで合わせていけるように白が魚とか、はい、合うんですけど、ワインっていうのは絶対合わせたらあかんやつがあるんですね。ほう、ちなみに例えばよく言われてる罰ゲームなんかでされててテレビでも言われたと思うんですけど、うん、魚卵系ですね。いくらとかいくら、特にいくらとか数の子とかを、はあ、
赤ワインで合わすとえらいことになる。どんなことありますよ、僕そんな。あ、そうなんですか。結構見かけるような光景ですけど、どうなってしまう。やってみたら分かると思うんですけど、あの口の中がものすごい硫黄臭くなります。硫黄臭いと、あの温泉とかの、あの匂いが口の中に充満してとんでもないものなんですから。あの、いっぺんやってみてください。だから長い話やっていただくと、誰かにそれやってあるから。特にあの、この黄色い感じの、数の子ありますよね、はい、もう本来の色って多分ちょっと茶色い感じのやつなんですけど、はい、うん、今それをまあもうちょっと言うたらおめでたい感じとか金色に光らせたいために、うん、あのかなりこう金色というか黄色でもこうねちょっと光る感じのやつがあると思うんですけど、うん、あれと赤ワインですね、合わせていただくと、それで合わせてこうこんな感じで飲んでるやつみたいな、こいつ口臭いと思って、もうアホや思ってた。よほど味覚がないと思ってた。なぜかっていうと、硫化塩っていう塩が入ってるんです。お塩、はい、若干入ってるはずです、はい、あの裏見てもらったら大概入ってます、はい、でその硫化塩っていうのはその硫化、まあ、硫黄の異に化学物の化ですよね、うん、はい、当然その硫黄にまあ言うたらちょっと寄ってるわけですよ、塩で保存量として入ってるんですけど、そんなたくさん入ってないですけどね、うん、であの漂白する、要するにその色をあんな黄色にするのもやっぱり硫化塩なんですよ、うんうんうん、するとその微妙に使ってる硫化塩が両方にあるもんやから、うん、口の中に入れた時にそれが倍増するわけです。化学反応、化学反応起こしてえらいことになります。ケミストリーですね、はい、はあはあ、そういうことは日本酒は絶対ないの。うわ、日本酒はないと、ないの、はあ、日本酒ってアミノ酸がいっぱい入ってるっていうのはすごい体にいいじゃないですか、ね、逆にいいんです。だから要するに飲みすぎるからダメなだけで、適量やったら体に、はい、適量なら一番いいですね。アミノ酸とんのにいろんなサプリメントがいっぱい出てるじゃないですか、余計なもの取るぐらいやったら日本酒を飲んでる方がいいです。はあ、ああそうですか。美味しく食べられますから、ね、2000円以上の、うん、はい、基準がそこやね。基準はそこで見ていただいたらもう間違いなく1日2合ぐらい飲んだら、1日2合ぐらいでもう、まあ、そこぐらいでやめときましょう。はいはいはい、そうですか、そうですか、勉強になりました、はい、やっぱりプロは違いますしね、ほら、あの僕も後ほどいっぱいいただいて、はあ、うん、あ、であれなんですよ、終わってしまいましたけど2015年の2月に15年されて大好評やったんです。大好評やったんです。ワンワン人来て、はい、えらいことになりました。どういうイベントやったんですかこれ。ね、一応この 2月の14日バレンタインのお酒を、僕私誕生日なんですよ。あ、そうですよ、ちなみに、まあ、どうでもいい話なんですけど、はい、営業されてるんで終わったことですからね。終わったことやったらもしかしたら大好評でしたから、大好評で終わってしまった、はいはいはい、ということで、はい、まあ、そのお酒を絞って、まあ、その次の日に、まあ、皆さんでも飲みましょうよと、うん、で、それで美味しいラーメンもやってくるから締めにラーメンでも食べないっていうイベントをやりましたので、ね、大好評でした。すごい、また、これが放映される頃には何ぞやってますからね。あ、よかったらまた遊びに来てください。定期的にイベントされてるんですか。はい、定期的にやってます。最近よくね、あの酒屋さんとかで、うん、なんかあのジャズのイベントやったりとか、ね、ありますね。そんなんもやってるとかされてない、うん、そんなんはされてない。まあそんなもあります、うん、はい、あの5月にはこの落語会もやります。ああ、いいですね、いいですね、うん、そうですか、わかりました。いや、もう、ね、なんかもう楽しい、いいお話聞いて、僕なんかお酒飲んでみたいなって気になりましたんでね、勉強になりました。ありがとうございます。まとめが素晴らしいですね。ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。